はいどうも皆さん、こんにちは。サッカー分析系ユーチューバーのズドゥーです。今回は、2023ベジアスタ生命 J2 リーグ第31節ロワッソ熊本 VS モンテリオ山形の試合を解説していきます。本編に入る前に、ぜひチャンネル登録をお願いします。では本編に参りましょう。まずは今回の流れから確認していきます。1、両チームのスタメン。2、両チームの大まかな戦術。3、試合結果とスタッツ。4、キーポイント。 5、得点失点シーンの振り返り6、キーポイントとなったシーンの振り返り7、個人的 MVP8、次回予告となっておりますでは、まず両チームのスタメンから確認していきましょうまずは、ロースクマモト熊本のスタメンから確認していきますロースクマモト熊本はいつも通りの3、3、1、3ゴールキーパー田代ジェンスライン右から安倍、江崎、黒木アンカーに上村ウィングバック右が大本、左が竹本トップ下に平川 ウィングが右が島村、左が松岡。トップには、個人的注目選手にした豊田選手が入っております。サブはご覧の通りとなっております。続きまして、モンテリオ山形のスタメを確認していきます。モンテリオ山形は、4213。ゴールキーパー、後藤正明。ディフェンスライン右から、山田、西村、野田、小野。中盤2枚、高江と南。トップ下に田中。 ウィング右が伊坂全員、左が後藤祐介。トップに藤本となっております。サブはご覧の通りです。続きまして、両チームの大まか戦術を確認していきます。バーそクのもはいつも通りのポジション、サイド攻撃。渋谷、ハイプレスにマンツーマン。モンチリオン山形は攻撃がカウンターでサイド攻撃。渋谷、ハイプレスでゾーンとなっております。続いて、試合結果とスタッツを確認していきます。 試合結果はご覧の通りに2対0で敗北となりました。シュート数では山形を圧倒的に上回ることができましたが、1点も決めることができず悔しい試合となりました。この2つはご覧の通りです。続きましてキーポイントです。1、俊也選手の裏への抜け出し。2、平川選手と上村選手のポジショニング。3、相原選手の投入。この3つにさせていただきました。続きまして1点目のシーンを振り返っていきます。 まずは、失点の一連のシーンを見ていきましょう。相手のゴールキックから、トシャー選手がプレスにかけますが、剥がされます。ロングボールを蹴り込まれ、収められますが、なんとか一回弾きます。竹本選手がスライディング行きますが、取れません。そして、スルーパスを出されて、フィニッシュ。詳しく解説していきます。 まずはこのシーンですが、トシヤ選手が横からプレスをかけることで、横のディフェンスの選手へのパスをコースを消していますが、ご覧のように前のスペースが空いている状況となっております。その前のスペースにドリブルされます。そしてロングボールを蹴り込まれます。この時に、サイドの選手がすでに走り出しています。松岡選手のマークなのか、竹本選手のマークなのか不明ですが、 こ,ちらにしてもここでフリーが生まれてしまっている状況はあまり良くないと思いますそしてそしてここで平川選手が触るのですが相手にボールが当たり竹本選手にスライディングしますがかわされてしまいますそして阿部選手と江崎選手の間に立っていた相手フォワードが裏へ抜け出します そしてフィニッシュを決められてしまいます。ご覧の通り、連携面の失敗と、相手、モンティリオ山形のショートカウンターの上手さが重ねあれ合って失点してしまったシーンでありました。続きまして、2失点目の振り返りを行っていきます。まずは一連の流れから確認していきましょう。ボールを奪って松岡選手がボールを受けます。竹本選手がワンタッチで返しますが、流れます。 松岡選手がボールを残そうとしますが、相手に渡ります。相手に回収され、ロングボールを入れられ、阿部選手が対応しますが、取り切れません。この後、ボールを回されます。そして、相手ディフェンスから、この縦パスが通ります。そして、裏へスルーパス。クロスをきっちり合わせられ、失点。詳しく解説していきます。まず、 平川選手と松岡選手、ここのゲートが大きく開いています。ここのゲートを通されます。そして、竹本選手と黒木選手のゲートをまた通されます。そして、ここで、安倍選手がゴールに向かって走っているところで、相手フォワードが突然ストップすることで、安倍選手の対応を一歩遅らせています。 そして失点します。ご覧の通り、完全にロア速の後の弱点を突かれた失点となってしまいました。しかし、最初のボールロストシーンを見れば、決して防げない失点ではなかったので、悔しい失点となりました。続きまして、キーポイント1、トシダ選手の裏への抜け出しを解説していきます。相手の裏へのスペースに出されますが、高本選手は回収します。 福川選手に渡って島村選手にボーカスそしてここでトキソシア選手が裏へ抜け出しますこの後攻撃が続きます最終的には島村選手がシュート相手にゴールキーパーに癖がありますがシュートまで持っていけたシーンでした詳しく解説していきます島村選手がボールを持った時に相手左サイドバックと センターバックの間が入っています、ね。下村選手はここにパスを出します。そして、相手のェアは下村選手に向いています。これを逆手に、年シ選手は裏へ抜け出します。<laughs> そして、攻撃が続いて、最終的にはシュートまで行けます。一見なんてことないシーンのように見えますが、 ここ最近のラスはこのようなフォワードの裏の抜け出しがあまりなかった上に、たとえ抜け出したとしてもその選手を使わないということが多かったので、ここまで攻撃チャンスにつながるということは非常に珍しかったです。今ご覧になった通りに、一度裏へ抜け出せると相手のラインが大きく下がるので、一気にチャンスになります。このようなプレーがもっと増えれば攻撃も活性化されると思います。 続きまして、キーポイントに平川選手と神村選手のポジショニングを解説していきます。こちらはボードで解説しますので、そちらをご覧ください。ボードで解説する前に、まずこの写真を見てほしいのですが、ご覧の通り、神村選手と平川選手が2人横に並んでいる状態となっております。先ほどのような平川選手が中盤のラインに落ちていたシーンをボードで再現すると、このようになります。ざっくりとした再現ではありますが、大体このような感じです。 そして平川選手が落ちてくると何が起きるかというとこのように間相手の間で受ける選手が非常に少なくなってしまうということです実際このような状況になってしまえばトップスの選手しか間で受け入れないという状況になりますなぜ間で受ける選手が少なくなると良くないかというとこのようにボールを持ったとしても間につけてもそれを受ける選手がいなくまた 攻撃がどうしても外回りになってしまいまいす外回りの攻撃は相手にとってゴールから遠ざかるのでそこまで脅威ではありません。やはりここは平川選手はこの間に立ってもらってまた平川選手は間でさばける選手数少ない選手でもあるのでこの間でさばくということをやってほしいです。もちろん平川 もちろん、島村選手や竹本選手など、他のポジションの選手もどんどん間に入ってきて、より中央で怖い攻撃というのをやると、より効果的になると思います。続きまして、キーポイント3、相原選手の投入を解説していきます。こちらもボードで解説していきます。まずは前半、どのようになっていたかというと、キーポイント1でも申し上げましたように、土シ選手が裏へ抜ける動きを何度かしていたので、 相手もディフェンスラインを下げざるを得ないという状況が生まれていました。しかし、相原選手が入ったことで、相原選手は足元で受けたいタイプなので、このように下がってきてしまいます。下がってきてしまうと、相手のディフェンスラインもそれにつられて前に上がってきます。そうすると、このようにトップ下の平川選手のスペースや、その前の上村選手のスペースなどもどんどん消されていってしまうので、 なかなか前に前進することができないということが続いていました相原選手が足が遅いのはわかるのですがやはり何失敗してもいいので裏へ抜ける動きをしないとディフェンスラインが下がらないのでなんとか挑戦してほしいところですそもそも個人的には相原選手は右ウィングが向いていると思いますやはり左の強烈なミドル強烈なクロスが持ち味なので それを存分に活かせるポジション。それが右サイドだと思っています。ぜひ、右サイドで使ってほしいと思います。続きまして、個人的 MVP の発表です。個人的 MVP は、モンテリオ山形の伊坂善衣選手です。悔しいですが、えー、裏へ向ける動きや、驚異的なシュートなど、コンスタントに攻撃に関わっていたことが一番良かったと思います。続きまして、次回予動くです。次回は、なぜ勝てない ロワーソクモートの現在地と勝てない原因を解説という動画を投稿する予定です。8月24日木曜日に投稿予定です。ぜひご覧ください。ここまでご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録をお願いします。また次回お会いしましょう。さようなら。